ありがとうございました。本日はスタジオに清水牧師よしこ夫人にスタジオにお越しいただきまして、クリスマスの話を伺いたいと思います。まずはじめに清しこの夜をハンドベルで生演奏していただきました。もうスタジオの中が清らかな細かな雰囲気に包まれました。清水牧師よしこさんは FM チャッピー毎週金曜日、10時40分からですね、清水牧師のお話もいただいています。今日はよしこ夫人も一緒にスタジオにお越しいただいています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。さあ、清しこの夜が流れました。この曲は皆さんもよくご存知の曲だと思います。ですが、面白い曲の背景もあるということです。ご説明お願いしてもよろしいでしょうか。清子の夜は1818年12月25日オーストリアの聖ニコラス教会で初めて演奏されました。歌詞は教会の司祭ヨゼフ・モール、曲はオルガン奏者のフランク・グルーバーにより作られましたと諸説あるんですが、クリスマスイブにオルガンの吹き子がネズミにかじられて壊れてしまったため、急遽ギターコード3つぐらいで伴奏できるシンプルな曲が作られました。当時の礼拝はラテン語で行われていたため、誰もが理解できるようにドイツ語の歌詞で書かれ、一般の人々が慣れ親しむギターで伴奏されました。200年以上経った今でも世界中で愛されているクリスマスキャロルです。この美しい清子の夜が、このネズミがオルガンの吹き子をかじったことから生まれたという楽しいエピソードもありますね。さあ、それでは清水牧師さん、はい、プロフィールを伺う機会があまりなかったようです。少しお聞かせいただけますか。はい、私は東京都の荒川区で、生まれまして、生まれた病院は親から女子医専と、最近調べて分かったんですが、東京女子医科大学の前身であったようです。で、荒川区から板橋区に転居しまして、多分正確には分かんないんですが、4歳頃入間市に移ってきました。当時は武蔵町と呼ばれるまだ町でしたけれども、まあ、小学校中学校も入間市ですので、実質入間市が、まあ、私の故郷となっています。清水牧師は入間市がマイホームタウン。でも入間市は以前は武蔵町だったんですね。はい、ですね。はい、清水牧師は楽器を複数演奏されますね。小さい頃から楽器は習われていたんでしょうか。はい、楽器を習い事のように習うということがなくて、自分の、まあ、楽器の原点は小学校の6年生の時の小太鼓隊の小太鼓が自分の原点だと思っています。で、牧師になるために23歳で進学校に入りまして、で、進学校にはコーラスの時間があったんですけれども、コーラスの先生から、牧師が楽器ができたら素敵ですよと言われまして、20歳でフルートを手にいたしました。他にもハンドベルとかマンドリンとか、やっていますけれども、進学校の話が出ましたけれども、そこで、まあ、今隣にいる妻と出会い、結婚をしました。生涯の伴侶との出会いがあったということです。はい、よしこさんは今までの人生歩まれる中でターニングポイントというのものはありましたか。はい、私は6歳の時から教会に通っていて、高校の時に将来の進路について考えた時に、キリスト教主義の養護施設に行きたいと思ったんですね。でもそうすると自分の通っていた教会に通えなくなるので、それでキリスト教主義の保育園に勤めました。数年勤めた後に牧師伝道者を養成する進学校に導かれて、そこで主人と出会いました。素敵な出会いだったんですね。それでは一曲お聴きいただきたいと思います。真船の方へ。
真舟の片襟に。真舟というのは馬の船とか、あの飼育桶、はい、ということですよね。はい、こちら多重録音でですね、あの演奏を撮ったもので、事前収録をさせていただいたものです。こちらも清水牧師よしこさんの演奏、生演奏を録音したものです。さあ、こちらの真舟の片襟に、バッハの曲ということですけれども、はい、これは音楽の父と呼ばれるヨハン・セバスチャン、ね、バッハ、はい、はい。さあ、そして歴史の教科書には宗教改革を行ったマルチン・ルターのお話を、音楽を通してお話を伺えるということですね。お願いします。はい、バッハとルター、まあ、2人とも歴史上大変よく知られている、存在ですけれども、まあ、今日のお話の切り口といいましょうか、それは、彼らの音楽を通して彼らの、まあ、信条信念を理解したいということです。例えば今の真舟の片襟に、これは、賛美歌集等でバッハの作曲になっていますが、実際は専門家の那須田という先生に、調べていただいたんですが、曲の作者は不詳、誰かわからないということだそうです。ただバッハの歌曲集の中に含まれている事実がありますので、例えばバッハが編曲をしているとか、バッハが何らかの形で関わっているということがあるようです。歌詞の方はポール・ゲルハルトで、ドイツで最も有名な賛美歌の、作詞家と言えるかと思います。この12月に、先ほどお名前を挙げました那須田勉先生の本が出まして、まさにバッハの教会カンタータの内容の本なんですけれども、その中のコメントをちょっと引用させてください。はい、カンタータはバッハ自身の神とイエスへの信仰告白と賛美の音楽、これは那須田先生ご自身の言葉ですが、教会カンタータを定義していると言えるかと思います。またベルギーの指揮者のヘレヴェッヘという指揮者の方が那須田先生に語ってくれたことだそうですけれども、バッハのカンタートを演奏すること聞くことは聖書の花園を散策することだと、こう述べているそうです。さらに那須田先生の言葉をもう一度引用しますと、この本を書き終えて改めて思うのだが、バッハのカンタートを聞くことはバッハと共に聖書を読むのに等しいと、こう述べておられます。で、この後流れる曲なんですが、神は我が櫓、あるいは御神は城なりというタイトルがついていますけれども、この曲はなんとマルチン・ルターの作詞作曲、バッハが編曲をしている。この曲を、まあ、マンドリン2本と私が途中でマンドラテノールに、持ち替えて演奏をいたします。それではお聴きいただきましょう。神は我が櫓。
清水牧師と佳子さんの演奏で、神は我が櫓、御神は城なり、お聴きいただきました。この曲はバッハ、ルターとも歴史上もあまりにも有名な人々の賛美歌ですね。御神は城なり、神は我が櫓、曲のタイトルからしても、何かこの大変な中、困難な中でも神が守ってくれる拠り所というようなイメージなんでしょうか。はい、神は我が櫓は那須田勉先生の著作教会歴で楽しむバッハの教会カンタータによると、ルターがこのコラールの詩を書いたのは95箇条の論題を提示して10年経った頃とされています。その頃ビッテンベルクではペストが流行ったり、ルターの同胞が異端として処刑されたりするなど悲しい出来事がありました。ルターは精神的に落ち込み、体調の優れない日々を過ごしていたので、そんな時に彼の心の支えとなったのが旧約聖書の詩編46編でした。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいて助けてくださるという言葉でした。そこでルターはそれをもとにコラール、ルター派の賛美歌の歌詞を書きました。このような状況の中で作られたのが神は我が櫓です。宗教改革でとても有名なマルチン・ルターさんもこのような困難な中を乗り越えての作品だったということですね。さあ、それでは最後にクリスマスに際しまして、これはぜひ伝えたいということがありましたら、はい、清水牧師お願いいたします。はい、今日のお話の中にカンタータというのが出てまいりましたけれども、世俗カンタータと教会カンタータに、分かれているそうです。で、クリスマスもある意味私は2つに、分けられるというふうに思うんですね。街中で行われているクリスマスは、まあ、英語ではセキュラークリスマスという表現がありますが、非宗教的なクリスマス、しかしもう一方は教会の中でのクリスマスで、聖書の内容に基づいて、キリストの降誕をお祝いする、キリストを礼拝するところのクリスマスであると、そういうことができます。キリストの降誕、あのベツレヘムの馬小屋と言われていますが、その中でイエス様がお生まれになった。ただそのシーンだけではなく、その後にどういうことがつながっていくのかを考えていただきたいなと思っています。一箇所聖書箇所ですが、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。いらっしゃった、この地にいらっしゃったのみならず、その後何の働きをされたのか、そこに注目をしていただきたいと、そう願っています。はい、そうですね。それではですね、最後の曲になります、曲の紹介をお願いします。はい、最後の曲は総合聖歌という歌集の中で、イエスは神であるのにというタイトルがついています。で、英語のタイトルを確認をしたんですが、 Jesus my Savior to Bethlehem he came, Bethlehem came、 ベツレヘムにやってきた私の救い主主イエスと、こういうタイトルがついているんですね。はい、で、歌詞を さらに見ていきますと、まぶねの中に寝かされ、悲しみの人で人々から蔑まれたと、こう歌詞が続いていきます。はい、ですから、いわゆるクリスマスキャロルではないんですけれども、この曲の歌い始めの歌詞を考えると、まさにこうクリスマスのことを歌っている曲ではないかなと、そう思いまして私はこの曲を選びました。はい、本日はもうすぐクリスマスということで、清水牧師佳子さんにスタジオにお越しいただきまして、お話を伺いました。それでは最後の曲、清水牧師佳子さんの演奏で、イエスは神であるのに。
清水牧師よしこさんの演奏でイエスは神であるのにお聞きいただきました。本日はバッハやマルチン・ルターの話、そしてバッハのカンタータを演奏することを聞くことは聖書の花園を散策することだなどという素敵なお話もいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。まもなくクリスマスイブ、クリスマスということで、本日のゲストはスタジオに清水牧師よしこさんをお招きいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。